教えてワクワク23区。本日お越しいただいたのは千代田区の石川雅美区長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川区長には千代田区の魅力をたっぷりとお話ししていただきます、うん、まずワクワクポイントはこちらの3つです、はいはい、住みやすさ日本一、うん、熱烈画記載100万冊の回廊という3つなんですが、あんちゃんどれが気になりますか、はい、そうですね、100万冊の回廊が、はい、お願いします。はい、区長、どういうことなんでしょうか。秋の旬って申し訳ないのか大丈夫ですよ、今ちょっとオープニングごめんなさい、ちょっと待たせちゃった、はい、そうですね、すいません、ね、まず黒本祭です。黒本祭ね、はい、神田神保町の黒本祭です。黒本祭、10月25日から11月3日まで開かれます、はい、でこれはですね、はい、約100万冊の、うん、本が靖国通りに、はい、の歩道に並びます、はい、で本屋さんと書棚に囲まれた様子が、はい、まるで本の回廊のような、はい、様子になると思います、はい、昭和55年から35年から開かれておりまして、はい、今年で55回目、はあ、まさに秋の旬の東京名物、はあ、歴史があるんですね。本を外で出すわけ、そう、ね、海外からもすごく人気がありますし、火つけたら燃えるだろうね、よくそういうわけダメだダメだ、絶対ダメだ、はい、で、それスペシャルなんですか本当ですよ、区長、でも今生放送中ですよ、そうですよあ、そうか、リハーサルじゃないです、本番だ、うん、始まってますから、で、はい、区長、あと神保町の方でも、はい、靖国通りをちょっと入ったところに、はい、スズラン通りっていうのがございまして、はい、11月1日から3日にかけまして、はい、神保町ブックフェスティバルが開かれます、はい、でこれはですね、うん、新しい本、うん、それから子どもさんの絵本などが、はい、出展されてます、うん、で合わせてですね、うん、その時にその周辺は大変おいしい有名な飲食店がありますので、そのお店がブースを出していただきます。はい、お店の前に。はい、そうです。それからその11月1日には、はい、千代田区は、まあ、芥川賞とか直木賞とはいかないですけど、うん、文学賞をやってまして、うん、その表彰式も合わせて、うん、させていただきます。これ一般の人が作品を応募してる、はい、どうぞどうぞ出してくださいいやいや、でも未来の大作家が誕生する、そうそう、賞金があんちゃんいいらしいですよ、あら、そう、本当、私小説私小説、はい、すごいですね、芥川賞いいらしいと、そうですね、皆さんチャンス、はい、はいはい、でさらにですね、はい、近くの小川広場ではカレーグランプリや、はい、神田スポーツ祭りも、はい、開催されてます。だいたいですね、はい、50万人以上の方がこの1週間ぐらいの間にお見えになります。まさに50万人、秋の旬ですね、これは。すごいですね、はい、ぜひちょっと行ってね、見ていただきたいと思います、ね、で松尾さん、次にどれを紹介しましょうか、はい、熱烈楽器祭って何ですか、うん、はい、はい、ございます。それは松尾さんも、はい、明治大学の OB ですから、そうです、ね、お茶の水周辺はすごく楽器店がございまして、はい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 、なかなか楽器店がそれぞれ競争関係だったんですけど、うん、やっとじゃあ一緒に連携して、うん、何か音楽に関する催しをやろうということで、うん、明日と明後日、うん、お茶の水熱烈楽器祭が開催されます。はい、それが主催しているのが、声をかけてるのは、はい、これを主催しているのは、うん、はい、明治大学の OB で音楽家、うん、宇崎竜童さんと阿木陽子さんが中心となって、はいはい、この熱烈音楽祭を、うん、開催します。明日と明後日、小川広場でもって、はい、たくさん有名なアーティストが野外で演奏いたします。うん、もう宇崎竜童さんというとね、うん、明治大学ですごくね、音楽に力を入れてね、頑張ってるんですよ。はい、でこれ学生さんたちが手伝ってるそうなんですけど、ね、ところで明治大学は、はい、こういうことに関して、はい、その地域でいろんなそのイベントやるときにお互いに協力関係しようということで、はい、明治大学に町づくり道場ってのがありまして、はい、宇崎さんがリーダーなんですけど、はい、でその町づくり道場の方々が楽器店と、うん、タッグマッチを組んで、はい、野外の音楽イベントだとか、うん、はい、募金活動や、はい、でなぜ募金活動をやったかと言いますと、はい、東日本の大震災の津波で
ある中学校が楽器が全部流されてた、うんうん、はいはいはい、聞いたことあります。でそこの、うん、学校は宮城県の東松島市、はいはい、大和第二中学校の吹奏楽部の楽器が全部流されちゃった、うんはい、そこで明治大学の松敷道場だとか楽器店、うんはい、あるいは宇崎さんが野外イベントをして、はい、あるいはその募金活動をして、うん、やっとそのお金が集まって、はい、その楽器をですね、届けたんです、うん、でしかも先週今写真が口を出てますけど、ところが先週ですね、はいその子供さん方が、はい、お茶の水の駅の前で演奏を30分ぐらいやっていただきました、それもらった楽器で、もう感動いたしましたよ。感動ですね。でね、まさにその音楽っていうのは人の心を紡ぎ、あるいは希望の苗を、うん、植えてくれるもんだと。だからぜひですね、その中学生がこれから成長し、さらなるね、交流の輪が広がればいいなって思いで、非常に私も宇崎さんも感動いたしました、ね、続いてほしいですね。やっぱ音楽の人って優しいしね。でもそうです、ね、まあスポーツもそうですよ。いや音楽の人はさ、なんかいい雰囲気になるじゃない。スポーツの人って頭と頭ぶつけるだけだから。あでもそれじゃあさ、そうですよ。はい、宇崎さんすごいな。はい、で区長最後、住みやすさ日本一なんですよ。はい、千代田区はあんまりちょっと ねイメージがあんまないですね。とか、うん、会社とかはね。うんですけど、住みやすさ日本一。そんなことないですよ。あのね、はい、昨年総務が、今年総務省が調査した、はい、結果によりますと、うん、千代田区が前年度に比べて人口増加率、はい、それから社会増加率、これは転入転出の話ですけど、うんはい日本の支部ではナンバーワンです、はい、という結果が出ました。ね、いつも口を来るけどみんなナンバーワンって言うんだけどさ、これでもね総務省が発表してるから間違いないです、でも理由が知りたいんですけど口どうしてですか。それはですね、やはり今の社会はどこに住むかっていうのには、その自治体のその様々な行政サービスをホームページで見るんですね、うんうん、で私の方は子育てにすごく力を入れてまして、はいはい、ずっと保育園の待機はゼロ、それからその後小学校にあった時の学童クラブも待機ゼロ。あ、そうですか。したがってそういうのをご覧いただいて住まいを選んでくるということで、結構ファミリー階層がものすごく増えてきてる、はい、それがまあナンバーワンになった。あ、そうですね、はい、でも中学緑も多いですしね、うん、本当地下鉄も発達してますからね、いいですよね、便利ですね、ね、ママさんは住みやすい街になってきてるようです。ぜひ、はい、そうですね、子育てとかをする頃になりましたよね。いや、一生無理です。